こんにちは。先週今の自分の状況とか困ってますっていう動画を上げて、最初は少しためらったんですけど、自分が思った以上に反響があって、そう、連絡をくれる人だったりとか、なんかコラボしませんかとか、私だったらこういうことができるかもしれませんっていう声をすごくいただいて、めちゃくちゃ感謝してます。これからは本当に全部見せていこうと思っていて、自分がこう思ってることだったりとか、感謝だったりとか、まあ苦悩も葛藤も含めてやっていこうかなと思って、今自分がやるべきだなと気づいたこともあったので、それも話そうと思っていて、この活動において大事なのは、もっと知ってもらうべきだなと思って、他拠点で活動することだったり、アーティスト、クリエイター、そしてプロデュースっていうことをやってることに対して、その中で少しでもこう何かに触れたりとか、いいなって思ってもらう人の数を増やさないとなとどんどん思ってるし、その生き方をするためにテレビも出たいし、ラジオにも出たいし、雑誌とかライブだったりとか、知ってもらう機会をぜひ今求めています。多拠点で始めるといろんな出会いがすっごい増えて、上の方、自分より下の方だったりとか、海外の方も少しずつ増えたりとか、そうしてる中で多拠点で暮らして、アーティストとしてクリエイターの可能性を開けたくて、地方初のインフルエンサーも作りたくてやったりとか、いろいろこう話すと面白いねとか興味を持ってくれるし、直接言うとこう伝わることもあるけど、やっぱこう画面越しだとまだなかなかうまく伝えられてないことがあるので、今自分がどう思ってるなってことも話していきたいし、この先も好奇心とかがめちゃくちゃ強いので、あれやりたい、これやりたい、こういう夢があるからっていうこともどんどん増えていくので、その都度ちゃんとこう残してもいきたいなと思ってます。いろんな人に愛してもらってるし、しっかり返していかないといけないと思うし、なんか人それぞれこう役割があるとしたら、映像を作れたり曲を作れたり、なんかいろんな人と仲良くなれたりとか、どんな場所に行ってもなんか5分ぐらいですぐ自分の街みたいな、すぐこう馴染むこともできて、これって別に誰しもが持つものじゃないし、与えてもらったらそれは自分のためだけではなくて、いろんな人のために使いたいし、どんどん人に与えて広げていきたいと思うし、さっきそれこそおみくじ久しぶりに引いて、今すぐうまくいかないことも後で必ず成功する、将来の結果をじっくり練ること、一歩前進二歩前進とか書いてあったりとか、今の努力は決して無駄にはならない、必ず明日の喜びとなって帰ってくる、もう一つ頑張れとおみくじも書いてあって、もっともっと頑張っていきたいなと思う。それ片思いした、その片思いが実らなかったなってこともあったんですけど、こういろんなことをやりたいとか挑戦する数が増えるほど、うまくいかないなってこともめちゃくちゃ増えてるし、そんな中でもこうプロデュースしている今青森のさきちゃんと津軽まりこ、フォロワーとか2桁だったのが、最近ようやくこう100人200人300人とどんどん増えてって、2024年初の青森のライブも決まってて、ゆらぎさんっていうところで30分パフォーマンスしてもらうんですけど、行動してることによってだんだんつながることも増えたし、青森の街を歩いてると、いつも見てますって声かけてもらうことがすごい最近増えて、誰かに届いてるんだなって感覚もあるし、こういう生き方をしてこいつはこうなったっていうのも知ってもらいたいし、他拠点で生活してアーティストとクリエイターとしてプロデューサーとしてやってることっていうのは、なんか誰かの未来の選択肢だったりとか、誰かの生きるきっかけとか一つになるんじゃないかなってすごく自分は思ってるから、どんどん広めたいし、どんどん証明をしていきたい。そのためにはやっぱ知ってもらわないといけないから、ぜひテレビ、ラジオ、インターネット、今は本当にたくさんやりたいのでご依頼を持っております。そして自分の活動にちょっとでもいいなとか思って支援してくれる人だったりとか、ご協力してくれる人も本当にお待ちしております。今プロデュースとかやらせてもらったりとか、学校で先生とかもやらせてもらったりとかしてるので、自分以外の未来を増える機会も増えて、その未来をどんどん輝かせるためにも頑張っていかないといけないと思ってるし、今思ってることだったりとか、そういうのも含めて作品に言葉にするし、届いてほしいなと思っています。先週今困ってますってこういう状況ですってあげて、すごくすごく自分の思った何十倍もこういろんな人に声をかけてもらったことに関しての本当に感謝と、今自分が何をやるべきかと思った時に、知ってもらいたい、もっと表現する場所をもっとどんどん広げていきたい、そして未来をもっと作りたいっていう思いを残そうかなと思って撮りました。この先もいろんなことに挑戦するし、いろんな困難、いろんな葛藤もあると思うんですけど、まあそれも楽しんでもらえたらいいなと思う。それを見て、ああこいつも頑張ってるから頑張ろうとか、あこんな生き方もあんだなとか思ってもらったらいいなと思います。皆さんこの先も一緒に
楽しく生きましょう。人生と一瞬でも触れた人に対して愛を、生きるを届けられるようにこの先も頑張りますので、どうか愛さめを水谷博嗣よろしくお願いします。また会いましょう。バイバイ。